85円、ボロ儲けやんね、ボロ儲けやんね。だって原価15円よ。あ、これね、これ僕の想像よ。15円でこれ100円だったら僕ボロ儲けやん。ところが、いやいや、販売管理費、コマーシャルやってますよとか、ね、チラシ配ってますよとか、でも販売管理費に65円、65円ってことは15円と65円で80円かかりましたよ。で、最終的に利益が20円。あ、なるほどなるほどと。これは作るのに15円、売るのに65円、だから1本売れたら20円がチャリーンの仕組みなんですね。はい、もう全てにおいて原価と販管費を引いた残りの利益って、世の中全てそれでできています。で、このごちゃごちゃしてる表をちょっとまとめます。まずいきますよ。ここの上の部分、黄色の部分、これ売上です。もう売上、もう細かいところ見なくていいです。で、真ん中のここ、ここの今色が変わった部分が原価です。そしてここ販管費、もう答えを言うと、もうみんながやんなきゃいけないのは売上と原価と販売管理費、もうこの3つね、この3つで、よし、もう皆さんのご要望にお答えして、この、もうガチャガチャガチャとなっている表を消しますね。いきますよ、消えろじゃん。お、消えると、あ、ここだったら見やすいここまでになると、あ、山下さん分かる分かる、売上と原価と販売管理費ね、こうしてくれると助かりますみたいな、だからさっきのにすると、うわ、なんかやめてってね、なんかもう期末とか期首とかもいろいろ出てくると、もうやめてとかね、そういうもうなんか歳入費がどうのこうの、いろいろそういうのやめてってなるけど、もうシンプルに売上、生産原価、販売管理費、もうこの3つで、売上からこの原価ね、作るのにいくらかかったんですかって、これを引いたのを売上総利益、つまり粗利と言います。粗利、よく言うよね、粗利いくら、粗利いくらっていきますよ。はい、これはサンガリアのあなたの抹茶入りお茶っていう商品ね、はい、これ原価いくらでしょう、原価いくらでしょう、おそらくこれ、まあ、100円で買ったとします。100円で買ったとして、これ作るのにペットボトルがまあ2円、3円ぐらいでしょ、ペットボトルが3円、中身のお茶が5円、なんだかんだで製造費で12円ぐらい、おそらくこのペットボトルのお茶って作るのに12円か15円ぐらいでできてる。ってことは100円で売ってあるから、ね、はい、総売上総利益、売上総利益、いわゆる粗利、粗利っていうのはいくらかというと85円、ボロ儲けやんね、ボロ儲けやんね。だって原価15円よ。あ、これね、これ僕の想像よ。15円でこれ100円だったら僕ボロ儲けやん。ところが、いやいや、販売管理費、コマーシャルやってますよとか、ね、チラシ配ってますよとか、で、販売管理費に65円、65円ってことは15円と65円で80円かかりましたよ。で、最終的に利益が20円。あ、なるほどなるほどと。これは作るのに15円、売るのに65円、だから1本売れたら20円がチャリーンの仕組みなんですね。はい、もう全てにおいて原価と販管費を引いた残りの利益って、世の中全てそれでできています。よろしいですか。にもかかわらず、はい、じゃああなたの商品いくらでできてますか、いくらですかねいくらですかね知らんのかいって話で、知らんのかいって。で、中には計算してみたら、ね、売上が2000万、おお、すげえ、売上2000万あった、いえ、原価いくらかかってると、原価が1900万、謎だよね。え、1900万かけて2000万売り上げてるの、何のために、誰のために、え、ボランティアで、違うやろ、儲けようぜ儲けようぜ、売上2000万で、原価が1000万で、販管費が800万で200万残りました、ああ、いい経営じゃない、いい経営じゃない、っていうのをさ、皆さん出してますかって話ですね。出してますか。あ、これですね、売上が2000万で、原価が1000万で、販売管理費が800万で、200万余りましたよって、いいよね、毎年200万余っていきます。で、ここの販売管理費に自分の給料を入れると、会社的な経営で、この200万っていうのは会社の利益になりますし、自分の給料が入らずに出てきたら、これが農業所得になるというような話になります。はい、いかがでしたでしょうか。農は耕されましたか。もっと農を耕したい、そしてもっと農業で成功したいという方は、こちら農ビジセミナーメール講座を毎週お届けしています。
詳しくはノービジで検索してください。それではまた。